どうも、ノンスタルネオです。さあ、今日はですね、2020年10月9日に、実写映画予定ということでございます。東京リベンジャーズという漫画をね、皆さんにお勧めしたいなと思うんですけれども。この漫画、何を隠そう？第1巻かな？第1巻の、東京リベンジャーズの帯。私書かさせていただきました。それぐらいこのリベンジャーズ愛は深いと分かっていただけたらなと思うんですけれども、この漫画はもう一言にヤンキー漫画です。このヤンキー漫画ってやっぱ男臭い人間物語はもちろん、ステージスカッとするこのアクションバトルシーンはもちろんこの漫画にはあるんですが、他のヤンキー漫画と一番違うところ、何が一番違うかというと、この漫画 SF の要素が入ってます。このヤンキー漫画に今流行りのタイムリープ、これが含まれてるんです。過去に戻るとヤンキー漫画になって、現代に戻ると現代漫画になるという、これがやっぱりね、すさまじく巧妙で上手で面白い。ここがね、他の漫画とはちょっと違うところなんですけれども、まあ、主人公の、花垣武道くんっていうね、武道っていうあだ名なんですけど、この武道は、26歳でフリーター、人生的には底辺も底辺の生活を送っております。そんな中ですね、中学校の時に彼女だった立花ひなたちゃんっていう方がいるんですけれども、このひなたちゃんとその弟の直、この2人がなんか亡くなってしまったというニュースが舞い込んできます。で、このなんで亡くなったかというと、東京卍会という抗争に巻き込まれて亡くなってしまったっていうニュースが竹道のところに入ってくると。ほんでこれで、うわ最悪や、好きやった女の子が亡くなって、なんでやねんってこう自暴自棄に入っていたところ、バイトの帰り道、この竹道が何者かに駅のホームから押されて、あ、これはもう自分死んだなと思った瞬間にタイムリープが始まります。タイムリープした先はもう学生時代に立花ひなたと付き合う前の、中学校時代に戻り、戻った先で不良仲間がたくさんいるんですよ。まあ竹道も一応不良ではあるので、ただめちゃくちゃ弱いし、当時自分が生きてきた人生の中ではどっちかといじめられたりすることの方が多かったんですけれども、その不良仲間がいる世の中にタイムリープしてしまうと。で、そんな中いろんな抗争などに巻き込まれて、主人公がどうやって敵を倒していくんだ、で未来を変えるために過去を変えないといけない、だから好きだった立花ひなたという元彼女を死なせないためには過去に戻って、そのいろんなヤンキーたちとの出会いでいろんなことを変えなければ自分が生きてきた現実世界は変わんないので、ここを変えるために奮闘するという物語なんですけれども、この東京リベンジャーズ、このタイムリープが一度じゃないっていうところがね、魅力なんですよね。もうバックトゥザフューチャーで言うと8ぐらいまでできるぐらいの、戻ったり行ったり戻ったり行ったりの時間軸の動かし方なんですが、要は主人公の竹道は自分の元カノであるひなたが死なない現実に戻したいわけです。そのために過去にタイムリープする。で、過去にタイムスリープするための方法としては、そのひなたの弟と握手すると、タイムリープするという能力が発動するので、現代では今ひなたと弟は死んじゃった、でひょんなことからタイムリープして過去へ行った、で過去へ行っていろいろ直すぞ、いろいろこの現実を元に戻すぞ、ひなたを殺されない、死なない世の中にするぞって動いて、タイムリープした先で弟の直くんと出会い、握手をして現実に戻ってくる。戻ってきたら直くんはいるけどひなたがいないであったり、ひなたはいるけどまた違う事故に巻き込まれ死んでしまうであったり、結局何回やり直してもひなたがハッピーな状況が生まれないんですよ。その度にいろいろ過去に戻っては変え、現実に戻ってまた現実でいろんなことを知り、また過去に戻っていっていうのを繰り返すんですけれども、この中でだからこのヤンキー漫画特有の派閥であったり、最初のひなたを死ぬ原因を作った東京卍会の大元になる部分がこの過去のヤンキー社会の中にたくさん出てくるので、でこの東京卍会さえ生まれなければ、この団体が作られなければ、じゃあひなたちゃんは死なずに済むんじゃないか、そうするためには過去に戻っていろんなヤンキーのチームがある中で自分がどういう行動をして誰を倒せばそうならないようにできるんだろうっていうのを頑張って奮闘する漫画なんですけれども、でこの竹道くん、
喧嘩に関しては非常に弱いです。もう毎回ボコボコにされます。ただやっぱりタイムリープしてきてるので気持ちは26歳、で負けないという気持ちはね、なんならやっぱり好きな女の子の命がかかってるので心は非常に強いです。だから自分が生きてきた一度目の人生のヤンキー時代よりタイムリープしてからの方が強いタケミッチであります。だからちょっとずつ現代の未来が変わっていくんですけれども、その中でこの東京リベンジャーズが面白いところ、タイムリープを何回もするっていうのを一つの魅力なんですけれども、結構この未来から来た状況を結構言っちゃいますこの竹道くん。で他のそれを言われた仲間たち何の引っかかりもなく信じてくれます。この辺がやっぱ面白いんですよね。なんか過去あの未来から来てんって言われても、で未来でこうこうこうなるから今を変えないとあかんねんって言われて、それを結構な人数がスッと信じてくれるんで、でそのために竹道のためにじゃあこうしようかって動いてくれる、この辺りが面白いところではあるなと思うんですけど、この漫画もう見てるだけでもう胸が熱くなっていくし、もう自然と主人公の竹道を応援したくなるんですよ。なぜかというと竹道が弱いから。竹道が自分一人では何もできない、喧嘩も勝てない、人を動かす力もない、でも自分は負けないという気持ちだけがある、で自分が頑張る、自分がいろんなところで、ま、喧嘩で負けても何度も立ち上がって命を張って戦う、その結果仲間たちが動いてくれる、で仲間たちが動いてくれたおかげで過去が変わる、で過去が変わって現代に戻る、戻って現代を見たらその変わった過去の仲間たちのせいで今の現代がより悪くなってるみたいな。ほんなら、ね、あの過去の頑張りは何やったんや。でまた過去に戻る、でまた過去に戻って自分がいろいろ立ち向かう、新たな敵が出てくる、新たな、大きい壁が出てくる、それに向かって立ち向かう、また一人でわあ孤軍奮闘、じゃあ仲間がついてきて仲間でその壁をぶち壊す、よっしゃこれで、幸せな現代が待ってる、戻った、ほんならあの壁を壊したせいで違う勢力が来てたとかがいっぱいあります。さあこんな漫画なんですけれども、こちらね東京リベンジャーズ2020年10月9日に実写化ということで、映画でこれまたね表現されるということですけれども、主人公の竹道を演じるのが北村匠海くん、もう俺はぴったりだと思います。もうあの北村匠海くんの人の良さ優しさ、とかがこの竹道にすごく似てる部分もあるし、で現代の時の竹道と過去に戻った時の竹道ってやっぱり髪型であったりも、過去に戻るとヤンキーの髪型で、現代は今風の髪型とかで変わったりするんで、そこのなんかギャップの可愛らしさとかも多分北村匠海くんなら演じ分けてくれると思うし、これは非常に身に物だなと思ってます。でこのやっぱ重要なこの竹道よりもこのリベンジャーズで一番重要なキャラクターとしてはマイキー、マイキーがやっぱりかっこよくないとカリスマでないといけないんですけども、このマイキーを演じるのが吉沢亮くん、これもあのキングダムでね見事にあのエイセイと演じきりましたから、そこはもう大丈夫やろうと。このキングダムでのあの衛星役を見ちゃうとマイキーもそれ相応にかっこよく演じてくれるやろな、なんならカリスマ感たっぷりで演じてくれるやろなっていうのは楽しみですね。でこのマイキーの相棒であるドラケン、竜宮寺ケンを演じるのが山田裕貴くんということで、だからこのドラケンの悪いやつなんだけどいいやつというか、この正義と悪両方を持ったこの二面性の部分とかも山田裕貴さんはおそらく上手に演じ分けてくれると思いますし、まあ他のキャストもものすごく東京リベンジャーズ豪華なので、この実写化もかなり期待できると思いますし、もう面白いこと間違いなしなので、その実写映画が始まるまでにぜひね漫画で一回予習という意味を込めまして東京リベンジャーズ読んでいただいて、胸が熱くなって竹道はどうやって、現在を変えるのか、竹道はどうやって過去を変えて最終的に現代はどうなっていくのかっていう、このタイムリープを楽しんでいただけたらなと思います。というわけで最後までご視聴誠にありがとうございます。いいね高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録も待っております。というわけでまた次回素敵な漫画でお会いしましょう。さよなら。